グルメラーメン、大阪新駅の近くに箕面市おいしいラーメンが。ちらっと見えた新駅は美しかったです。皆さんこんにちは、ポンちゃんです。本日は大阪府箕面市阪急箕面線牧落駅徒歩約8分、最近できた北大阪急行の箕面茅野の駅もできました。今回は車で。今回も始まります、ポントチャンネル。今回紹介するのは黒部屋箕面総本店さんです。今やスタンダードな W スープ、ベタながらに豚骨醤油スープはうまい。黒豚醤油ラーメン750円プラスチャーハン並み350円。しばらくして着丼。スープうまくてしばらくずっと飲んでた。麺の上にはチャーシューとネギともやし、ストレート中太と麺のコシもちょうどええ感じ。チャーシューは小ぶりながら普通に美味しい。チャーハンはパラパラで味付けもよし、並盛りなんでこれで十分。ごちそうさまでした。